皆さんこんにちは。公認会計士の小林裕二です。本日は公認会計士試験、独学はおすすめしませんという話をしてみたいと思います。本日は公認会計士試験、これから目指そうとされる方にお伝えしたいんですけれども、独学という選択もあると思うんですけれども、私は独学というところはおすすめしません。どういった理由で独学をおすすめしないのかという話になるんですが、最近はですね、予備校のカリキュラム、テキスト、答練、こういったものにねしっかり沿っていけば合格できるような下地はできるんですね。私のちょうど父とかが受けていた時代ですね、昭和40年とかそれぐらいですかね、それぐらいの時はまだ受験予備校というところもそこまでねしっかりカリキュラムがあったわけではなさそうなので、父に聞いたりすると、やっぱりこう自分でね基本書を読んだりと、そういったことをしていたというふうに聞いていますが、今の時代は、そういったことはねあまり遠回りになってしまうというふうに思っています。具体的に実感したのはですね、経営学、私が公認会計士を受けた時には旧公認会計士試験ということで、今の試験制度とは少し違うんですが、古い試験制度で選択科目は2つあったんですね。選べるものが民法、経営学、経済学と。民法、経営学、経済学。この3つですね。この3つから2つを選ぶんですけれども、私は経済と経営学を選んでいました。そして経営学なんですが、予備校の中でですね、直前期になると、試験員対策というふうにして、その時のね、試験員の方が特に注力されている、ご研究されているところを、重点的にやる期間があるんですけれども、ちょうどですね、東京大学の大学院の教授の高橋信夫先生という方が試験員にいらっしゃいまして、ちょうど書籍でですね、虚妄の成果主義という本を書かれておりました。ちょうど日本的経営と、それに対する欧米のね、その成果主義、それに対する今度批判ですね。そういったことをこう展開されているような感じなんですけれども、その本があったんですが、予備校ではですね、それをすごいコンパクトにまとめてくれるんですよね。具体的にどういったことかと言いますと、私はちょうど試験終わった後にですね、その時たまたま合格できたので、少し心に余裕があったので、虚妄の成果主義っていう本が少し気になっていたので、実際に本を買ってみたんですね。その時はもう単行本だったんですけれども、確かに読むとね、すごい、なるほどなっていうところがいっぱいあるんですけれども、テキストを振り返ってみると、すごいね、ピンポイントで、こういうところをまとめるんだなっていうところがね、テキストにまとまってるんですよね。この本を読むのに、やっぱりこう、読むのにやっぱり1週間ぐらいかかってしまうんですけれども、その時間をかけて、例えばですね、試験員対策をするといった場合に、その本を1週間ぐらいやっぱり読むのにかかるんですけれども、1週間かけて読んで、どこが大事なのかっていうところを自分でまとめる。そしてじゃあまとめたはいいけれども、試験問題としてこれがどういうふうにして問われるのか、そこを自分で考える。そして記憶をする、答案練習をすると、こういったステップになるんですが、これをね自分で一からやろうとしたら本当にね、時間があっても足りないなと思います。予備校のカリキュラム、予備校のテキストでは、そこがピンポイントにまとまっていて、しかも答練では試験員対策のところが、こういった感じで問われますよってことで実際に問題文として出てくるので、なるほどなっていうふうにして理解しながら覚えることができる。もちろん本を読んでると、テキストに載ってないところもね、載ってくるので、試験員対策っていう本来の意味で言えば、本を読むことも大切だと思うんですけれども、試験に早く効率的に合格するという意味では、予備校に通って、そういったテキストを利用することが何よりもおすすめだと思います。学校、予備校のテキストをベースにして、どうしても試験員の本を読みたかったら、流し読み程度で読むということはいいと思うんですけれども、最初から独学ということでこれを進めていくのは、本当に遠回りになってしまうと思います。これは経営学だけじゃなくてですね、経済学。経済学も学校の大学の、行ってる大学によって違うのかもしれませんけれども、いわゆる公認会計士の経済学って、理論的なとこもありますけれども、計算も出るんですよね、当然。これは公務員試験でも出ると思うんですけれども、計算問題も経済学で解かなければいけないんですが、大学の授業で会計士に出るようなレベルの経済学の計算問題、あるとこありますでしょうか？私はあんまり見たことがないですし、
水道橋にね、こう日本大学の、まあ、指定の本屋さんがあるんですけれども、まあ、そこでこう経済学とかの本を読んでもですね、なかなかやっぱりね、こう会計士の試験に沿った経済学の計算問題っていうものを計算問題集ということで販売している書籍っていうのはあまりほとんど見なかったですね。これはあと簿記にも言えますけれども、簿記の試験員対策って何ですかねっていう話もありますよね。簿記なんてもうやっぱり歴史が古いですから、本もいっぱいあると。ただその中で公認会計士試験に問われるような連結財務諸表、連結キャッシュフローをまとめている計算問題練習として、計算問題の練習問題としてまとめている書籍、まあ、こういったものが出てるかというと今現在では出てないんじゃないでしょうか。私は少なくとも見たことがないです。まあ、そういったことで予備校にお金がかかるから独学したいという気持ちもわかりますけれども、公認会計士試験に合格して監査法人で働けば、その受験代、予備校代というものは早い段階で回収することができますので、まあ、これは一種の投資だと思って予備校に通われることが会計士合格にとっての一番のおすすめだと思います。まあ、そういったことでですね、本日は私が実際に経営学をね、あのテーマにして、まあ、試験員対策を通じてね、予備校に通った方がいいのか、独学で会計士を目指すべきなのかというところを話しさせていただきました。まとめますと、公認会計士試験、早く効率的に受かるためには独学ではなくて予備校に通ってくださいと、これをお勧めしたいと思います。それでは本日の動画は以上となります。また皆様から質問リクエストがありましたら、コメント欄からメッセージいただければと思っております。それではまた次の動画でお会いしましょう。